どうも、おまめすしろです。キビーン！というわけで今日はハードコアモードをやっていくぞ。んだけど、モッドを使ってクリアを目指していこう。今回使うのは、まな板モッド。まな板プラス。これで、余裕のよっちゃん、89歳。よっちゃんとしおり、ほげひじじ、クリアすることできるのか。全滅しろと思ってたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみよう。なんかいきなり高いところからスタートなんだけど、ここからやられていきなりハードコアモード終わりとかもありえるよ。これは水の中入った方がいいか。よいしょ、キャブね。おお危ねえよ。いきなりやられるところだったよ。なんだよ、いきなりやられて欲しかった。まずは木材を取ってまな板を作っていきましょう。まな板ってすごいよね。まな板知らない人はこの先をお楽しみに。まずは木材回収だ。ドキシ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 。それでは木材でまず作業台を作っていく。はい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 。作業台を9個並べると、なんとまな板出来上がり。まな板で作業台がいっぱいできまーす。こんなにいらねえよ。どんなに作ってんだよ。まな板はブロックを何個も出せるからすごすぎる。で、作業台でまな板をたくさん作る。次、まな板を並べていきましょう。はい、まな板のブロックもできたよ。まな板のブロックがあればいろんなものがたっぷり作れちゃう。こんなにいらねえよ。まな板のブロックで肉でも何でもたくさん増やせるから。びっくり仰天、テストは0点、ツルツル食べれるところ点。あとはまな板をたっぷり進化させていこう。だからどんどん素材を集めていきましょう。まな板は木のまな板、石のまな板、鉄、金、ダイヤと進化していくよ。まずは木材とかね。はい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 。次に必要なのは石か。石、石見えてるところあるでしょ。はい、ありました。石、石むき出し。ここで石ゲット。石を並べてまな板も並べたら、はい、石のまな板出来上がり。あと次、石から次、鉄。鉄探すために洞窟行くのかな。やられて、ハードコア終了しないかな。松明が欲しい。炭、炭、炭。炭どこにあるだろう。あの、石むき出しのところに炭あるだろうな。おいで。足折れちゃうよ。だったら気をつけたらいいのに。何言ってんだこのハゲヒゲジジイは。おーい、炭どっかないかい。炭、鉄も欲しいよ。こういうところによくあるよね。ねえ、全然見当たらないな。ついてない、ハゲヒゲジジイ。プリプリプリポンチ。ついてないな、全然見当たらない。全然ないです、炭。ここは、お、この、ここら辺とか。ない。全然ない。お、鉄はあったぞ。お、炭も真ん中下まで行かなきゃダメ。とりあえず鉄はありましたよ。ツルハシで下へと降りていく。鉄はどこだ？ここか、この下。はい。あとはもう、まな板を使えばいいだけ。ほわー、たっぷり。はは、どんだけ出してんだよ。ここから降りてみよう。あいや、危ない、ギリギリ。惜しい、惜しすぎる。あとちょっとずれてるば。そして炭ゲット。これでここで松明。こんなに必要ねえな、炭は。松明もこれを置いてのこれをこうやって置けばいいんだけど、これね。何でもかんでも無限に出てくるね。かまど置いて中に鉄、炭、これで出来上がり。では鉄を作って、ツルハシ作って、ダイヤモンド探しへと行きましょうか。鉄、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 鉄出しまくり。鉄を真ん中に置いて、石のまな板を置いたらパワーアップ、パワーアップ。さあ、鉄のツルハシを作っていく。そして鉄のツルハシも増やせる。全てがスムーズ。こんなハードコア楽勝の少々の勝。さあ、あと必要なのはまな板をどんどんパワーアップさせていきたいので、鉄から次金、そしてダイヤとパワーアップさせていこう。金とダイヤ探しにいざ出発。ダイヤのあるところまで下へとどんどん行きましょう。
ダイヤ10時間くらい見つからなかったら犬にな。開始10分でもう鉄わんさか。ほんとすごいぜ、まな板は。ハードコアなんてほんと簡単に終わっちゃうよ。低いところまでやってきました。あとは必死にダイヤを探せ。もうあっという間に出てきてほしいな。もうダイヤ探しとかめちゃくちゃ大変だからね。見つかんないときってほんと見つからないよね。松明出てきすぎだから。お、なんか変なとこ出てきた。おお、怖え。ああ、マグマダイブしたくなる。でもこういうところにたまにダイヤがあったりするからね。プリプリプリポンチ。そっちの方ないですか、ダイヤ。マグマの周りはダイヤあったりするでしょ。長年の経験でダイヤがどこら辺にあるかわかるからね。本当かな。マグマの周りにはあるとか言うもんね。もうマイクラ歴はもう6年ぐらいだからね。ダイヤがどこかぐらいはもう分かっちゃうよ。マイクラ歴7年かな。6年じゃなかったね。7年か。あ、金もありました。さすがマイクラ歴8年。8年かよ。結局何年だよ。もう適当にしゃべってんな。さあ金も大量ゲットです。あとはもうダイヤを見つけるだけ。さあ金を作っていきましょう。かまど作って金を焼くのかな。作業台を置いて金の、あー松明ないじゃん。松明じゃん。炭を全部置いてきちゃってんじゃん。炭ないじゃん。炭なかったら金焼けなくて、おじっぴちっぱー。金焼けないじゃん。何をやってるんだ私は。ダメおじさんだな。さっき炭見はなかったですか。なんだ、なんかすげえ音してるぞ。おい、雷かおい、怖えな。おしこちりってばかな。40代のおじさん、おしこちりってばかな。汚いおじさん。おおおおおお、こわ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 。ガタ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 、たけし状態。なんかいる、なんかの音した今。おおおお、急に来ないでよ、ギラスだよ。おい、やめてくれ、おい、やめてくれ。いや、危ないな、おい。やられたら終わりなんだからさ、今。なんだよ、やられてくれたら、飯うま。金も耐えろ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 、金持ち金持ち金持ち。世の中金だ金だ金だ、最高。こんな世界だったらいいのにな。お金大好き。はい、パワーアップ。金にパワーアップしました。あとはダイヤダイヤダイヤ。ダイヤをゲットするだけ、そうしていきましょう。頼む、マグマの周りにやってくれ。その後全くダイヤ見つからないお豆さしろ。飯も取りダイヤ出てくれ。ダイヤ厳しい厳しい。鉄のつらしがなくなったから増やしに来たハゲヒゲジジイ。まな板でこれ増やすとき、鉄は鉄のツラしょぼいバージョンのやつが増えんの。新しい新品くれよ。ガラクタもらったハゲヒゲジジイ。もういらないツラしいっぱいになっちゃってるよ。なんだよこんなん、いらないよこんな壊れかけ。ダイヤ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 って言っても出てこないか。おかしくなりだす。おい、そしろー、プリプリプリポンチ。あった、やりました、よかった、ようやく出てきてくれたよ。ダイヤ最高。待ってちょうだい、ダイヤ待ってくれ。すげえ出てくるよ。最高だよ、最高だよ、最高だよ、最高だよ。ダイヤすげえよな。ではようやく見つけることができました。さあダイヤでダイヤのまな板作っていこう。こんなつらしいらないよ。ダイヤ探しに25分もかかってしまいましたね。めちゃくちゃ時間かかってね。地獄ごく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 牛乳うめー。それではまずダイヤブロックを作る。ダイヤブロック3個。
これを並べて金のまな板を並べてこれでダイヤのまな板を出来上がり。イエーイ、ダイヤブロックを増やしていく。そしてこれを並べる、作業台を並べる。そしてまな板プラスの出来上がり。まな板プラスできました。イエーイ、最高最高最高。まな板プラスもたくさん作っていく。あとはまな板につけるやつも作っていきます。これもたっぷりと増やしていく。これによっていろんな道具が作れるよ。まずはまな板の剣、かっこいい。まな板の剣かっこよすぎる。イエーイイエ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 イ。おじさんのテンションやっばいな。そしてまな板のつらし、まな板の穴、まな板のしゃべる、からのからのからの、これを全部並べてフックをつけたら、あれ？こっちか。できました！まな板のパクセル！これで何でもすることできるよ！イエーイ！最強の武器ができちゃった！最高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 。プリプリプリポンチ。で、あとはまな板の装備も作っていきましょう。まずはまな板のカツラ、まな板のズボン、まな板のヒートテック、まな板の靴下。それでは装備もしていきましょう。まずはまな板の靴下、まな板のヒートテック、まな板のもも引き、まな板のカツラ。カツラかぶってもハゲている。頭ずるむけちゃってるよ。後頭部もご覧あれ、ハゲている。後頭部もずるむけ。さあこれでとりあえず装備とか揃いました。あとはまずネザー行って、ポテトフライを買いに行けばいいの。買いにじゃなかった。ポテトフライをもらいに行けばいいのね。一晩ともいつの間にか回復してるし、腹も増えている。飯買いに行こうと思ったけど、買いにじゃなかった。動物倒して飯取ろうと思ったけど、いらないんだ。そしてまな板プラスといったら、さあ飛べる。最高だね。まな板プラス強すぎる。はい、これで、はい。さあ、それではネザーへと出発。それじゃあ空が飛べるので、あっという間に要塞を探してポテトをもらっていきましょう。うん、どこだ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 、要塞どこだ。空飛んでるからね、あっという間に見つけられると思うよ。要塞は見つからない。結局見つからないのかよ。要塞見つからない、要塞見つからない、要塞全然見つからない、要塞見つからない、要塞見つからない、見つからなすぎて頭へこむ。ひどい歌だな。ひどすぎて聞いたら耳腐る。要塞行き止まりばっかだな。ああまな板だったらもうマグマダイブが全然大丈夫だから。まな板の装備は飽きてると無敵だからね。もうハードコアの意味なし、やられることがないからね。もうダイヤもすぐ見つからなければ、要塞もすぐ見つからない。だいぶ苦戦してるな。はい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 、もう間近で間近でオーライ。間近で打ち返かしてやったぞ。えい、おいおいおい、間近で打ち返してやろ、間近で。カモカモ、いやかー、ほんとにねー、全然ねー、どうなっとんじゃい。もうこいつでストレス発散だ。はいー、
あ、要塞だ。ようやく見つかりました。長かったな。あとはポテトフライ野郎を探さなきゃいけない。あ、いたいたいた。はい、リリ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 くれた？くれないんかい。はい、くれた？くれないな。はい、くれた？くれないな。はい、くれた？全然くれないな。どんだけついてないんだよ。プリプリプリポンチ。はい、来た。はい、はい、さすがに。よし、くれました。ありがとうございます。さあ、ポテトをゲット。ポテトをゲットしたので戻りましょう。エンダーパールをゲットするだけ。ポチョン。さあ、現実世界へと戻っていきましょう。それでは村を探してエンダーパールをゲットしていきましょう。空飛べるから村だってめちゃくちゃ探しやす。要塞探したり村探したり大変だね。お、ありました。村ありました。さあ、ここでエンダーパールをくれる紫色のやつがいるかどうかですね。紫色の村人はいるのか。見当たらないな。家の中に隠れてるか。こうしていこう。さあ、こうしていきましょう。はい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 。どこに隠れてる。家壊すなんて恐ろしい。だけど最高。はい、隠れてるの分かってるぞ。出てきなさい。どこにいるんだ。出てきなさい。紫のやつどこにいる。紫の村人どこだ。もう村壊滅じゃい。村壊滅じゃい。紫のやつは結局いないのか。結局いなかったのかよ。村壊し損でおちっぺちっぱ。いない、残念、いませんでした。おおお、ありました、ありました。村、さあ、紫色のやつ、紫色のやつ頼むよ。紫色のやつ、いなかったら分かってるんだろうな。村破壊するぞ。恐ろしすぎる妖怪ハゲヒゲジジイ。おい、お、紫か。紫じゃね、これ。紫だろ。よしよしよし、これは紫いました、ようやく。とりあえずは紫色のやつを動けないようにしておきましょう。超細かく動かれても大変だもんね。ちょっと待って。逃げられちゃってるよ。よし、捕まえることに成功。それではエンダーパールをゲットしていこう。ゾンビ肉、ゾンビ肉はないです。鉄、鉄ならめちゃくちゃあります。どうぞお納めください。鉄じゃなくて金だけどね。エメラルドをもう増やしたらもう何ぼでも取引できちゃうよ。あー最高、あー最高、あーあーこんなにいらねえよ。だからってエメラルド。おー来ました、やりました、エンダーパールゲット。エンダーパールも増やしていく。あとはブレイズパウダーにして、ブレイズパウダーも大量ゲット。あとはエンダー、こんなに作んなくていいんじゃん。エンダーアイを作ってエンダーアイを増やしたらいいだけじゃん。こんなにいらなかったよ、もう。何やってんだよ、ハゲヒゲジジイ。プリプリプリポンチ。なんかいっぱいいるんだけど。こんにちは。めちゃくちゃぶつけられてる。めちゃくちゃビンぶつけられてるよ。ハゲ頭にめちゃくちゃぶつけられてるよ。最悪だな。まな板ブロックを置いてエンダーアイできまくり、できまくり。こんなにいらねえよ。こんなにいらねえよ。さあ、それではエンダーアイで要塞を探していきましょうか。はい、こっち、まだこっち。お、下行った下行った下行った。よし、ここら辺ってことか。じゃあ下へと降りていこう。意外とあっさり見つかっちゃったな。はやはやはや、無敵のハゲです、無敵のハゲです。私は要塞探さずにふざけ出してんな。エンダーアイをつける場所どこかな。これは下行けんだ。なんかすげえ危ないぞー。
無敵だから、クリーパーでやられないのに驚きすぎだから。こんなに見つからないもんですか。もうちょい早く見つかるもんじゃないの。ダイヤといい、要塞といい、探し物が全然見つからない。ハゲヒジジーでおちっぴちっぱ。あーようやくあった。あー長かった。さあようやく見つかした。長かった。1時間半かかってようやくここまでやってまいりました。これぐらいの時間だったら普通にもっと使わなくてもいけたりするよ。時間かかりすぎだよ。さあそれではエンドアイをつけてエンドいきましょう。それではエンドに向けて行ってきまーす。よいしょ。さあ空飛んで一気にエンドドラゴンのところへ行きましょう。さあそれでは一撃で下ろしてやりましょう。エンドドラゴン一旦くらえ。エンドドラゴン、はい。全然当たってないよ。いたぞエンドドラゴン、はいはい。下手すぎだから。エンドドラゴンに向けて、はい、決まった。秒殺秒殺。そしてこの中に入ってみる。この中に入ってみる。ボーンボーン。おおおお。さあそして終わり。それではエンダードラゴン倒したのでエンドからさよなら。またお会いいたしましょう。さすがまな板プラス強すぎる。ハードコアモードも余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。というわけで他にもいろんなモッドでハードコアモードやっていこう。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイバンバラビー。次回はハードコアモードでもっとやられてほしいね。バンバラビー。チャンネル登録よろしくお願いします。